今流行りですよね。HID 屋っていうんですけど、これ実は、なんか、HID じゃなくて、LED です。今、流行りっていうか、みんな LED なんでしょうね。このジープって結構特殊な、伝送メカニズムになってるので、パルス信号で、なんて、チカ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 、点滅しちゃうんですよね。でも、車検も通らないし、危ないので、キャンセラー、いわゆるそのパルス信号をキャンセルする、キャンセラーを安いやつ買ったんですけど、全然ダメで、アマゾンに返品しました。こうさ、メイドインチャイナって書いてあるのにさ、ジャパンってさ、どういう主張なんだろうね。で、こういう、タイラップと、あと、これですね、これキャンセラー。これもうほんとポン付けですよ。はい、バルブの交換ですけど、ジープの場合はとっても簡単。下がこれポジションランプで、これがヘッドライトですね。で、このカップラーを抜きます。で、防水のブーツがあるので、これを引っ張って外すね。そうすると、あそこにこうバネみたいので止まってるんですけど、これをちょっと押しながらずらすと見えるかな。こんな風に外れます。ただ、あとはもうね、こうやってバルブが出てくるの。これはハロゲンのバルブ。ここにね、バラストらしきものがついてるんですけど、ここはいじんない方がいいだろうな。で、これが LED のバルブなんですけど、左右はないです。ただ、天地はあります。ね、この遮光板が下に来るようにセットしないと、もう対向車目が潰れますね。なので、ここに HID やって書いてますけど、これが上に来るようにセット。で、あとは、これをグッとやると、これが外れるんですよね。で、こうやって見ると、この方向でしかセットできないので、これでセットします。ね、しっかり押さえながらやんないと、この中にね、これが落っこっちゃうともう大変ですよ。拾う。バンパー外さなきゃいけない。下手すると。ね、上下ね、水抜きの穴が開いてると、上下があるんですけど、手を先にしっかりと、ね、差し込んでから、このカーテン、これね、で、差し込んでから、そこ、入れて、グッとね、感じですね。で、どれだ、これか、これね、これを差し込んでみますね。で、この状態でエンジンかけてみて、チカチカ言うようだったら、もうすでにアウトなんですよね。運転席側のヘッドライトは、キャンセラーが入ってないです。一見良さそうなんですけど、はい、今点滅しましたね。もうさっきから1分くらい見てるんですけど、全くちらつかないですね。で、あとはこれでカットラインがちゃんと出れば大丈夫ですね。カットラインっていうのは、対向車から眩しくないように、こっち側の光がこういうふうにカットされるんですよね。照らして照射角がここでカットされる。で、ユニットはですね、ちょっと邪魔なんですけど、これものすごい熱を持つというので、こういうところで、一応タイラップで、コード部分は多分大丈夫だと思うんで、固定しました。これが熱いんですよね。で、こっちもここにつけると、このね、このタンクが下手して溶けちゃうとやばいので、一応ここに鉄の部分につけました。で、一応前買った安いやつは動かなかったんですけど、この、製品名は RCP っていうメーカーの、このキャンセラー、これは非常にいいですね。これはポジションランプですね。これも LED、キャンセラー内蔵の LED の T10 を使ってます。実はこれ色を間違えて注文したんですけど、なかなかいいですね、このアイスブルー。ね、かっこよくないですか？